どうも大島ちゃんです。今日は石川県加賀市のアルプラザ加賀店にやってきました。今からアルプラザ加賀店の中に入りましてお買い物をしてこようと思います。まあ、この石川県加賀市のアルプラザは、昔10年ぐらい前はよく来たんですけど、まあ、これ久しぶりにちょっと来てみました。まあ、こう歩いてみてこのテナントなんですけど、まあ、昔からあるテナントも入ってますし、この右側のドコモショップは、まあ、いつちょっとテナントで入ってるのかよくわかんないんですけど、昔来た時は確かなかったと思うんですよね。で、右の方には昔宝船があったんですけど、もうその宝船もなくなってましたね。この店内は結構吹き抜けの3階建てなんですけど、ちょっと、ね、建物が立派な建物ですよね。普通の、まあ、アルプラザ平和堂と比べるとちょっと建物が凝ってますよね。それでずっとまっすぐ歩いていって、まあ、ここら辺の、洋服屋さんのテナントは変わってないのかな。ちょっと女性の洋服のテナントはよくわかんないんですけど、まあ、この間石川県の加賀市のイオンショッピングセンター行ったんですけど、そこと比べるとやっぱこっちのアルプラザ加賀店の方がテナントは充実してますよね。まあ、お客さんもどうかな、今日まあ祭日休みなんですけど、イオンショッピングセンターよりはちょっと多いですかね。これずっとまっすぐフードコートかな。これマクドナルドは確か昔から入ってましたよね。まあ、これあれですよね、マック入ってるっていうのはいいことですね。イオンショッピングセンターの方には全くマックも何も なかったですから、まあ、ここは本当にあれですよね、充実したショッピングセンターですね。ここ左の方がなんかフードコートみたいですね。まあ、このフードコートはなんかフランチャイズの店が入ってるわけでもなく、これ地元の店がやってるのかな。で、まあ、ここずっとまっすぐまた行きますと、この、平和堂の、靴屋さんとか生活用品ですかね、あとスーパー、まあ、1階フロアはそれですよね。ここの靴屋さんはもう最初からこの位置にありますよね。まあ、昔ここでなんか靴買ったことありますね。まあ、店内は結構広いですよね。これ一応3階建てで、まあ、3階は駐車場になってて、1、2階が売り場面、フロアになってるんですけど、まあ、なんか建物もおしゃれな建物ですよね。やっぱこの温泉の町のショッピングセンターらしく、このなんか建物も豪華な作りですよね。で、今からこれ上上がっていくんですけど、まあ、このアルプラザではこれ珍しいですね、こんだけの吹き抜けの建物は。まあ、これ今上がっていくと、この平和堂の衣料品ですかね、まあ、服ですよね。服とあとテナント、右へ、あ、ニトリ、あ、ここテナントにニトリが入ったんですね。あ、珍しいですね。最近ニトリはよくイオンモールの中に入ってますよね。まあ、この加賀市にもこのニトリができたんですよね。あ、それは素晴らしいことですね。まあ、ニトリがこれあるということは結構あれですよね、いろんなもの買いに来れるんでいいですよ、便利ですよね。で、まあ、この奥の方行くと昔からこれあったんですけど、このゲームセンターですね。まあ、ここのゲームセンターはちょっと、まあ、小さい お子さんが楽しめるようなゲームセンターが多いのかな。うん、ここの通路をまっすぐ行くと、これは、あ、これは100円ショップのダイソーですね。確かダイソーは昔からあったんですけど、これ
テナントつかこの場所が変わりましたね、配置が。この横にゲームセンターの横にこのダイソーができたんですか。ああなるほど、結構これフロア広いですね。これ300坪以上あるでしょうね。まあイオンの香川の店舗の方は確かダイソーじゃなくキャンドゥでしたね。まあ、それに対抗してこっちは、ダイソーが入ってるということですかね。この隣の本屋は確か昔からありますよね。まあここの本屋はどこの書店が入ってるんですかね、ちょっとわかんないんですけど、この先を行くとこのおもちゃ屋があるんですよね。まあ、ここのおもちゃ屋は昔子供が小さい時なんか買いに来たことはありますね。まあなんか懐かしいですね、ここ通るの。まあここら辺は平和堂の、まあ、医療品とか生活用品ですよね。靴も置いてありますね。まあ、子供のこれ靴ですよね。これまっすぐ行くと確か元のこのダイソーがあった場所なんですけど、このダイソーあった場所はどうなったのかな。あ、なるほど、これニトリが入ったんでこれ配置変わったんですね。ここ確かここの場所に昔ダイソーがあったんですけど、ここの場所からあれですよね、ニトリが入ってるわけですよね。結構このニトリも店内広いですね。この大きさだと結構400坪以上あるんじゃないんでしょうかね。まあ商品もまあ平屋の店舗なんで普通のこの郊外店のニトリに比べれば少ないかもしれないんですけど、まあこれだけの広さで商品を置いてあればこれ十分ですよね。まあいろいろニトリって僕もよく買いに来るんですけど、まあ、近くにニトリができるということは本当に嬉しいですよね。まあ、このアルプラザ加賀店はもう近くにあるイオンショッピングセンター加賀店ですかね。それに比べるとすごいテナントが充実してますよね。なあ普通は大手イオンが平和堂よりねいろんなテナント入ってるはずなんですけど、なあここの加賀市の場合は平和堂の方がなんか テナントも結構入ってますし、充実した店舗ですよね。でこの建物の横なんですけど、昔郊外店で経図電機が隣に建てたんですけど、それがちょっと今新幹線の駅を作ってることで、まあ、解体したんですかね。でまたもうなくなったのかなと思ったら今また経図電機建設 していますよね。まあこれこのショッピングセンターはすぐ加賀の新幹線の駅のすぐ横にあるんで、これ本当に新幹線乗ったお客さんが来れるような本当にいい立地条件の場所ですよね。まあこのショッピングセンターの場所は隣がすぐ駅なんで、まあ、これお客さんも結構来る場所で本当に立地条件のいい場所だとは思いますよね。あとこの駐車場の向こうの方にも大きい病院ができてますし、まあ、これからどんどんこれ北陸新幹線開通に向けていろんな商業施設ができるんではないでしょうかね。